吾が輩は猫である。夏目漱石。第二話。吾が輩は新年来多少有名になったので、猫ながらちょっと鼻が高く感じられるのはありがたい。岩長早々、主人の元へ一枚の絵はがきが来た。これは、 彼のこういう某画家からの年始状であるが、上部を赤、下部を深緑で塗って、その真ん中に一つの動物がうずくまっているところをパステルで描いてある。主人は例の書斎で、この絵を横から見たり縦から眺めたりして、うまい色だなという。すでに一応感服したものだから、 もうやめにするかと思うと、やはり横から見たり縦から見たりしている。体をねじむけたり、手を伸ばして年寄りが三十層を見るようにしたり、または窓の方へ向いて鼻の先まで持ってきたりして見ている。早くやめてくれないと、膝が揺れて剣呑ん,んでたまらない。 ようやくのことで動揺があまり激しくなくなったと思ったら小さな声で一体何を描いたのだろうという主人は絵はがきの色には感服したが描いてある動物の正体が分からぬのでさっきから苦心をしたものと見えるそんな分からぬ絵はがきかと思いながら寝ていた目を 上品に半ば開いて落ち着き払ってみると、紛れもない自分の肖像だ。主人のようにアンドレア・デルサルトを決め込んだものでもあるまいが、画家だけに形態も色彩もちゃんと整ってできている。誰が見たって猫に相違ない。少し眼識のあるものなら、猫のうちでも、 他の猫じゃない。吾が輩であることが、安全と分かるように立派に描いてある。このくらい明瞭なことを分からずに、描くまで苦心するかと思うと、少し人間が気の毒になる。できることなら、その絵が吾が輩であるということを知らしてやりたい。吾が輩であるということはよし分からないにしても、 せめて猫であるということだけは分からしてやりたい。しかし、人間というものは、到底我が輩猫族の言語を返し得るくらいに天の恵みに良くしておらん動物であるから、残念ながらそのままにしておいた。ちょっと読者に断っておきたいが、元来、 人間が何ぞと言うと猫猫と子供投げに軽蔑の口調を持って吾輩を評価する癖があるは、花だ良くない。人間のカスから牛と馬ができて、牛と馬のクソから猫が製造されたごとく考えるのは、自分の無知に心掴んで傲慢な顔をする教師などにはありがちのことでもあろうが、はたから見てあまりみっともいいものじゃない。 いくら猫だって、そう粗末勘弁にはできぬ。よそ目には、一列一体、平等無差別。どの猫も、自家固有の特色などはないようであるが、猫の社会に入ってみると、なかなか複雑なもので、十人十色という人間界の言葉は、そのままここにも応用ができるのである。 目つきでも鼻つきでも毛並みでも足並みでもみんな違う。髭の張り具合から耳の立ち塩梅ばい、尻尾の垂れ加減に至るまで同じものは一つもない。器量、不器量、好き嫌い、水、無水の数を尽くして千差万別と言っても差し支えないくらいである。 そのように判然たる区別が損しているにもかかわらず、人間の目はただ工場とか何とか言って空ばかり見ているものだから、我が輩の性質は無論、僧帽の末を識別することすら到底できぬのは気の毒だ。同類愛求むとは昔からある言葉だそうだが、その通り。持ち屋は餅屋、猫は猫で、 猫のことならやはり猫でなくてはわからぬ。いくら人間が発達したって、こればかりはダメである。言わんや実際を言うと、彼らが自ら信じているごとく偉くも何ともないのだから、なおさら難しい。また言わんや、同情に乏しい吾輩の主人のごときは、相互を残りなく介するというが、 愛の第一義であるということすら分からない男なのだから仕方がない。彼は性の悪い下記のごとく書斎に吸いついて、かつて外界に向かって口を開いたことがない。それで自分だけはすこぶる達観したような面構えをしているのはちょっとおかしい。達観しない証拠には、 現に吾輩の肖像が目の前にあるのに、少しも悟った様子もなく、今年は聖路の第二年目だから、大方熊の絵だろう、などと気の知れぬことを言って済ましているのでもわかる。吾輩が主人の膝の上で、目を眠りながら描く考えていると、やがて下女が第二の絵はがきを持ってきた。 見ると活版で、白雷の猫が、四五匹ずらりと行列して、ペンを握ったり、書物を開いたり、勉強をしている。そのうちの一匹は、席を離れて、机の角で、西洋の猫じゃ猫じゃを踊っている。その上に、日本の墨で、我が輩は猫である、と黒黒と書いて、 右の脇に、書を読むや、踊るや猫の春一日という俳句さえしたためられてある。これは主人の旧文科生より来たので、誰が見たって一見して意味がわかるはずであるのに、うかつな主人はまだ悟らないと見えて、不思議そうに首をひねって、はてな、今年は猫の年かな。 と一人ごとを言った。吾が輩がこれほど有名になったのを、まだ気がつかずにいると見える。ところへ、下女がまた第三のハガキを持ってくる。今度は絵葉書ではない。今日が新年と書いて、傍らに。恐縮ながら、かの猫へも、 よろしく御伝聖願い上げ立て祭り候ろうとある。いかに上縁な主人でも、こうからさまに書いてあればわかるものと見えて、ようやく気がついたように、ふんと言いながら吾輩の顔を見た。その目つきが今までとは違って、多少尊敬の意を含んでいるように思われた。 今まで世間から存在を認められなかった主人が、急に一個の新面木を施したのも、全く我が輩のおかげだと思えば、このくらいの目つきは死闘だろうと考える。折から、門の格子が、チリンチリンチリ,リリリンとなる。大方来客であろう。来客なら、 下女が取り次ぎに出る。吾輩は、魚屋の梅子が来る時の他は出ないことに決めているのだから、平気で元のごとく主人の膝に座っておった。すると、主人は氷菓子にでも飛び込まれたように不安な顔つきをして玄関の方を見る。何でも、 年賀の客を受けて酒の相手をするのが嫌らしい。人間もこのくらい偏屈になれば申し分はない。そんなら早くから外出でもすればよいのに、それほどの勇気もない。いよいよ下記の根性を表している。しばらくすると下女が来て、寒月さんがおいでになりました、と言う。 この寒月という男は、やはり主人の旧文科生であったそうだが、今では学校を卒業して、何でも主人より立派になっているという話である。この男が、どういうわけか、よく主人のところへ遊びに来る。来ると、自分を思っている女がありそうな、なさそうな、 世の中が面白そうなつまらなそうな、すごいような艶っぽいような文句ばかり並べては帰る。主人のようなしなびかけた人間を求めてわざわざこんな話をしに来るのからして合点がいかぬが、あの画期的主人がそんな談話を聞いて時々相づちを打つのはなお面白い。しばらくご無沙汰をしました。 実は去年の暮れから大いに活動しているものですから、出よう出ようと思っても、ついこの方角へ足が向かないので。と、羽織の紐をひねくりながら、謎見たようなことを言う。どっちの方角へ足が向くかね。と、主人は真面目な顔をして、黒木んの門付き羽織の袖口を引っ張る。 この羽織は、木綿で雪が短い。下からベンベラものが左右へ五分くらいずつはみ出している。へへへ、少し違った方角で、と寒月くんが笑う。見ると、今日は前歯が一枚欠けている。君、歯をどうかしたかねと、主人は問題を転じた。 ええ、実は、あるところで椎茸を食いましてね。何を食ったってその、少し椎茸を食ったんで。椎茸の傘を前歯で噛み切ろうとしたら、ぼろりと歯が欠けましたよ。椎茸で前歯が欠けるなんざ、なんだかじじくさいね。俳句にはなるかもしれないが、恋にはならんようだな。 平手で我が輩の頭を軽く叩く。ああ、その猫が例のですか。なかなか太ってるじゃありませんか。それなら車屋の黒にだって負けそうもありませんね。立派なもんだ。と、寒月君は大いに我が輩を褒める。近頃だいぶ大きくなったのさ。と、自慢そうに頭をポカポカ殴る。 褒められたのは得意であるが、頭が少々痛い。一昨日いも、ちょいと合奏会をやりましてね。と、寒月君はまた話を元へ戻す。どこでどこでも、そりゃお聞きにならんでもよいでしょう。バイオリンが三丁とピアノの伴奏で、なかなか面白かったです。バイオリンも三丁くらいになると、 下手でも聞かれるものですね。二人は女で、私がその中へ混じりましたが、自分でもよく弾けたと思いました。うん。そしてその女というのは何者かね。と、主人は羨ましそうに問いかける。元来主人は、平常古木勘眼のような顔つきはしているものの、実のところは、 決して夫人に冷淡な方ではない。かつて西洋のある小説を読んだら、その中にある一人物が出てきて、それが大抵の夫人には必ずちょっと惚れる。感情をしてみると、往来を通る夫人の七割弱には連着するということが風刺的に書いてあったのを見て、これは真理だと感心したくらいな男である。 そんな浮気な男が、なぜ画期的障害を送っているかというのは、吾輩猫などには到底わからない。ある人は失恋のためだとも言うし、ある人は威弱のせいだとも言うし、またある人は、金がなくて臆病なちだからだとも言う。どっちにしたって、明治の歴史に関係するほどな人物でもないのだから構わない。 しかし、寒月くんの女連れを羨ましげに尋ねたことだけは事実である。寒月くんは面白そうに、口取りのかまぼこを箸で挟んで、半分前歯で食い切った。吾輩はまたかけはせぬかと心配したが、今度は大丈夫であった。何、二人とも去るところの令状ですよ。ご存知の方じゃありません。 と、よそよそしい返事をする。なる。と主人は引っ張ったが、ほどを略して考えている。寒月君は、もういい加減な自分だと思ったものか。どうもいい天気ですな。お暇ならご一緒に散歩でもしましょうか。旅順が落ちたので、市中は大変な景気ですよ。と促してみる。 主人は、旅順の陥落より女連れの身元を聞きたいという顔でしばらく考え込んでいたが、ようやく決心をしたものと見えて、それじゃ出るとしよう、と思い切って立つ。やはり黒木綿の紋付き羽織に、兄の形見とかいう二十年来着苦した結城紬の綿入れを着たままである。 いくら勇気積み木が丈夫だって、放置続けではたまらない。ところどころが薄くなって、日に透かしてみると、裏から次を当てた針の目が見える。主人の服装には、師走すも正月もない。普段着もよそ行きもない。出るときは懐出をしてぶらりと出る。他に着るものがないからか、 あっても面倒だから聞かえないのか、吾輩には分からぬ。ただし、これだけは失恋のためとも思われない。二人が出て行った後で、吾輩はちょっと失敬して、寒月君の食い切ったかまぼこの残りを頂戴した。吾輩もこの頃では普通一般の猫ではない。 まず、桃川助演以後の猫か、グレーの金魚を盗んだ猫くらいの資格は十分あると思う。車屋の黒などは元より眼中にない。かまぼこの一切れくらい頂戴したって、人からかれこれ言われることもなかろう。それに、この人目を忍んで感触をするという癖は、 何も我ら猫族に限ったことではない。うちのおさんなどは、よく細君の留守中に、餅菓子などを失敬しては頂戴し、頂戴しては失敬している。おさんばかりじゃない。現に、上品なしつけを受けつつあると、細君から不意調せられている子供ですらこの傾向がある。 四五日前のことであったが、二人の子供が馬鹿に早くから目を覚まして、まだ主人夫婦の寝ている間に迎えようて食卓に着いた。彼らは毎朝主人の食うパンの幾分に砂糖をつけて食うのが例であるが、この日はちょうど砂糖壺が宅の上に置かれて、さじさえ添えてあった。 いつものように砂糖を分配してくれるものがないので大きい方がやがて壺の中から一さじの砂糖をすくい出して自分の皿の上へ開けたすると小さいのが姉のした通り同分量の砂糖を同方法で自分の皿の上に開けたしばらく両人はにらみ合っていたが大きいのがまたさじを取って 一杯を我が皿の上に加えた。小さいのもすぐさじを取って、我が分量を姉と同一にした。すると姉がまた一杯すくった。妹も負けずに一杯をふかした。姉がまた壺へ手をかける。妹がまたさじを取る。見ている間に、 一杯一杯一杯と重なって、ついには二人の皿には山盛りの砂糖がうず高くなって、壺の中には一さしの砂糖も余っておらんようになったとき、主人が寝ぼけまなこをこすりながら寝室を出てきて、せっかく借居出した砂糖を元のごとく壺の中へ入れてしまった。こんなところを見ると、人間は 利己主義から割り出した公平という念は猫より勝っているかもしれぬが、知恵はかえって猫より劣っているようだ。そんなに山盛りにしないうちに、早く舐めてしまえばいいにと思ったが、例のごとく吾輩の言うことなどは通じないのだから、気の毒ながらお鉢の上から黙って見物していた。 寒月くんと出かけた主人は、どこをどう歩いたものか、その晩遅く帰ってきて、翌日食卓に着いたのは九時頃であった。例のお鉢の上から拝見していると、主人は黙って象に送っている。変えては食い、変えては食う。餅の切れは小さいが、何でも無切れか七切れ食って、 最後の一切れを碗の中へ残して、もうよそうと箸を置いた。他人がそんなわがままをするとなかなか承知しないのであるが、主人の意向を振り回して得意なる彼は、濁った汁の中に焦げただれた餅の死骸を見て平気で済ましている。 サイ君が袋戸の奥からタカジアスターゼを出して宅の上に置くと、主人は、それは効かないから飲まん、と言う。でもあなた、でんぷん質のものには大変効能があるそうですから、召し上がったらいいでしょと飲ませたがる。でんぷんだろうが何だろうがダメだよ。と頑固に出る。あなた本当に飽きっぽい。 と、サイ君が一人ごとのように言う。飽きっぽいのじゃない。薬が効かんのだ。それだって、先田手ては、大変によく効くよく効くとおっしゃって、毎日毎日上がったじゃありませんか。こないだうちは聞いたんだよ。この頃は効かないのだよ。と、追句のような返事をする。そんなに飲んだりやめたりしちゃ、いくら効能のある薬でも、 聞く気遣いはありません。もう少し辛抱が良くなくっちゃ、胃弱なんぞは他の病気とは違って治らないわね。と、お盆を持って控えたおさんを帰り見る。それは本当のところでございます。もう少し召し上がってご覧にならないと、とても良い薬か悪い薬かわかりますまい。と、おさんは一も二もなくサ君の肩を持つ。何でもいい。 飲まんのだから飲まんのだ。女なんかに何がわかるもんか、黙っていろ。どうせ女ですわ。と、サイ君がタカジアスターゼを主人の前へ突きつけて、ぜひ爪腹を切らせようとする。主人は何も言わず立って、書斎へ入る。サイ君とおさんは顔を見合わせてニヤニヤと笑う。 こんな時に後からくっついていって膝の上へ乗ると大変な目に合わされるから、そっと庭から回って書斎の縁側へ上がって、障子の隙から覗いてみると、主人はエピクテタスとかいう人の本を開いて見ておった。もしそれがいつもの通りわかるなら、ちょっと偉いところがある。五、六分すると、 その本を叩きつけるように机の上へ放り出す。大方そんなことだろうと思いながら、なお注意していると、今度は日記帳を出して、下のようなことを書きつけた。寒月と、根津、上野、池の旗、神田辺を散歩。池の旗の待合の前で、 芸者が裾模様の春着を着て羽をついていた。衣装は美しいが、顔はすこぶるまずい。なんとなくうちの猫に似ていた。何も顔のまずい例に特に吾輩を出さなくっても良さそうなものだ。吾輩だって、北どこへ行って顔さえ吸ってもらや、そんなに人間と違ったところはありゃしない。 人間はこううぬぼれているから困る。砲端の角を曲がると、また一人芸者が来た。これは性のすらりとした、なで型の格好よく出来上がった女で、着ている薄紫の着物も素直に着こなされて上品に見えた。白い歯を出して笑いながら、玄ちゃん夕べは、 つい忙しかったもんだから」と言ったただしその声は旅ガラスのごとくしゃがれておったのでせっかくの風災も大いに下落したように感じられたからいわゆる玄ちゃんなるもののいかなる人なるかを振り向いてみるも面倒になって懐でのままおなり道へ出た「寒月はなんとなくそわそわしているごとく見えた」 人間の心理ほど下し難いものはない。この主人の今の心は、怒っているのだか、浮かれているのだか、または鉄人の遺書に一同の慰安を求めつつあるのかちっともわからない。世の中を冷笑しているのか、世の中へ混じりたいのだか、くだらぬことに感触を起こしているのか、仏外に挑戦としているのだか、 さっぱり見当がつかぬ。猫などはそこへ行くと単純なものだ。食いたければ食い、寝たければ寝る。怒るときは一生懸命に怒り、泣くときは絶対絶命に泣く。第一、日記などという無用のものは決してつけない。つける必要がないからである。 主人のように裏表のある人間は、日記でも書いて、世間に出されない事故の面目を暗室内に発揮する必要があるかもしれないが、我ら猫族に至ると、幼獣座が、講師創業、ことごとく神聖の日記であるから、別段そんな面倒な手数をして、己の新面目を保存するには及ばぬと思う。 日記をつける暇があるなら、縁側に寝ているまでのことさ。神田の暴邸で晩餐を食う。久しぶりで正宗を二三杯飲んだら、今朝は胃の具合が大変いい。胃弱には晩酌が一番だと思う。高屋スターゼは無論いかん。誰が何と言ってもダメだ。 どうしたって聞かないものは聞かないのだ。むやみにタカジアスターゼを攻撃する。一人で喧嘩をしているようだ。今朝の感触がちょっとここへ尾を出す。人間の日記の本職は、こういう変に損するのかもしれない。せんだって、〇〇は、 朝飯を排すると胃が良くなると言うたから、二三茶朝飯をやめてみたが、腹がグーグー鳴るばかりで効能はない。三角は、ぜひこうのものを立てと忠告した。彼の説によると、すべて異病の原因は漬物にある。漬物さえ立てば、異病の源を枯らすわけだから、 音符は疑いなしという論法であった。それから一週間ばかり、甲の者に箸を触れなかったが、別段の弦も見えなかったから、近頃はまた食い出した。バツバツに聞くと、それは安服もみ領事に限る。ただし普通のでは行かぬ。皆川流という古流なもみ方で一二度やらせれば、 大抵の異病は根治できる。安井側見も大変この暗魔術を愛していた。坂本龍馬のような豪傑でも時々は治療を受けたというから、早速上根岸まで出かけて揉ましてみた。ところが、骨を揉まなければ治らぬとか、臓腑の位置を一度転倒しなければ根治がしにくいとか言って、 それはそれは残酷な揉み方をやる後で体が綿のようになって昏睡病にかかったような心持ちがしたので一度で閉行してやめにした A 君はぜひ固形体を食うなというそれから一日牛乳ばかり飲んで暮らしてみたがこの時は腸の中でどぼりどぼりと音がして 大水でも出たように思われて、終夜眠れなかった。B 氏は、大隔膜で呼吸して内臓を運動させれば、自然と胃の働きが健全になるわけだから、試しにやってごらんという。これも多少やったが、なんとなく腹中が不安で困る。それに、時々思い出したように、 一心不乱にかかりはするものの、五六分経つと忘れてしまう。忘れまいとすると、大角膜が気になって、本を読むことも文章を書くこともできぬ。美学者の名手がこの手を見て、三毛のついた男じゃあるまいし、よすがいいと冷やかしたから、この頃はよしてしまった。 C 先生は、蕎麦を食ったらよかろうと言うから、早速賭けと森を代わるの悪食ったが、これは腹が下るばかりで、何らの効能もなかった。要は年来の威弱を治すために、出来得る限りの方法を講じてみたが、すべてダメである。ただ、昨夜寒月と傾けた三杯の正宗は、確かに効き目がある。 これからは毎晩二三杯ずつ飲むことにしよう。これも決して長く続くことはあるまい。主人の心は吾輩の目玉のように簡単なく変化している。何をやっても長持ちのしない男である。その上、日記の上で異病をこんなに心配しているくせに、 表向きは大いに痩せ我慢をするからおかしい。先だって、その友人で何菓子という学者が訪ねてきて、一種の見地から、すべての病気は、不祖の罪悪と自己の罪悪の結果に他ならないという議論をした。だいぶ研究したものと見えて、上理な明晰で、秩序が整然として、立派な説であった。 気の毒ながらうちの主人などは到底これを反駁するほどの頭脳も学問もないのであるしかし自分が異病で苦しんでいる際だから何とかかんとか弁解をして自己の面目を保とうと思ったものと見えて「君の説は面白いがあのカーライルは威弱だったぜ」 あたかもカーライルが威弱だから、自分の威弱も名誉であるといったような、見当違いの挨拶をした。すると友人は、カーライルが威弱だって、威弱の病人が必ずカーライルにはなれないさ。と決めつけたので、主人は黙念としていた。格のごとく、虚栄心に富んでいるものの、 実際はやはり威弱でない方がいいと見えて、今夜から晩酌を始めるなどというのはちょっと滑稽だ。考えてみると、今朝雑煮をあんなにたくさん食ったのも、ゆうべ寛月君と正宗をひっくり返した影響かもしれない。吾輩もちょっと雑煮が食ってみたくなった。 吾が輩は猫ではあるが、大抵のものは食う。車屋の黒のように横丁の魚屋まで遠征をする気力はないし、新道の二元金の師匠のとこの三家のように、贅沢は無論言える身分でない。したがって、存外嫌いは少ない方だ。子供の食いこぼしたパンも食うし、餅菓子のあんも舐める。 こうのものはすこぶるまずいが、経験のため、たくあんを二切ればかりやったことがある。食ってみると妙なもので、大抵のものは食える。あれは嫌だ、これは嫌だというのは贅沢なわがままで、到底教師のうちにいる猫などの口にすべきところでない。主人の話によると、フランスに、 バルザックという小説家があったそうだ。この男が大の贅沢屋で。もっともこれは口の贅沢屋ではない。小説家だけに文章の贅沢を尽くしたということである。バルザックがある日自分の書いている小説中の人間の名をつけようと思っていろつけてみたが、どうしても気に入らない。 ところへ、友人が遊びに来たので、一緒に散歩に出かけた。友人は元より何にも知らずに連れ出されたのであるが、バルザックは、かねて自分の苦心している名を見つけようという考えだから、往来へ出ると、何もしないで、店先の看板ばかり見て歩いている。ところが、やはり気に入った名がない。 友人を連れてむやみに歩く。友人はわけが分からずにくっついていく。彼らはついに朝から晩までパリを探検した。その帰りがけに、バルザックはふとある裁縫屋の看板が目についた。見ると、その看板にマーカスという名が書いてある。バルザックは手を打って、 これだ、これだ。これに限る。マーカスはいい名じゃないか。マーカスの上へ、Z という頭文字をつける。すると、申し分のない名ができる。Z でなくてはいかん。Z マーカスは実にうまい。どうも自分で作った名は、うまくつけたつもりでも、なんとなくわざとらしいところがあって面白くない。ようやくのことで、 気に入った名ができた。と、友人の迷惑はまるで忘れて一人嬉しがったというが、小説中の人間の名前をつけるに一日パリを探検しなくてはならぬようでは、随分手数のかかる話だ。贅沢もこのくらいできれば結構なものだが、吾輩のように画期的主人を持つ身の上では、とてもそんな気は出ない。 何でもいい、食えさえすれば、という気になるのも、境遇のしからしむるところであろう。だから、今雑煮が食いたくなったのも、決して贅沢の結果ではない。何でも食える時に食っておこうという考えから、主人の食い余した雑煮が、もしや台所に残っていはすまいかと思い出したからである。 台所へ回ってみる。今朝見た通りの餅が、今朝見た通りの色で、湾の底に膠着している。白状するが、餅というものは、今まで一遍も口に入れたことがない。見ると、うまそうにもあるし、また少しはきびが悪くもある。前足で上にかかっているナッパをかき寄せる。 爪を見ると、餅の上皮が引っかかってネバネバする。嗅いで見ると、釜の底の飯をお鉢へ移す時のような匂いがする。食おうかな、やめようかな、と辺りを見回す。こうか不幸か誰もいない。おさんは、暮れも春も同じような顔をして羽をついている。 子供は奥座敷で何とおっしゃるうさぎさんを歌っている。食うとすれば今だ。もしこの木を外すと、来年までは餅というものの味を知らずに暮らしてしまわねばならぬ。我が輩はこの刹那に、猫ながら一つの真理を監督した。絵がたき機械はすべての動物をして、 このまざることをもあえてせしむ。吾輩は実を言うと、そんなに雑煮を食いたくはないのである。いや、安定の様子を熟視すればするほど、気味が悪くなって、食うのが嫌になったのである。この時もし、挟んでも勝手口を開けたなら、奥の子供の足音がこちらへ近づくのを聞き得たなら、 吾輩は惜しげもなくワを見捨てたろう。しかも雑煮のことは来年まで念頭に浮かばなかったろう。ところが、誰も来ない。いくら躊躇していても誰も来ない。早く食わぬか食わぬかと催促されるような心持ちがする。吾輩はワの中を覗き込みながら、早く誰か来てくれればいいと念じた。 やはり誰も来てくれない。吾輩はとうとう雑煮を食わなければならぬ。最後に体全体の重量を腕の底へ落とすようにして、あぐりと餅の角を一寸ばかり食い込んだ。このくらい力を込めて食いついたのだから、大抵なものなら噛み切れるわけだが、驚いた。 もうよかろうと思って歯を引こうとすると引けない。もう一遍噛み直そうとすると動きが取れない。餅は魔物だなと感づいた時はすでに遅かった。沼へでも落ちた人が足を抜こうと焦るたびにブクブク深く沈むように噛めば噛むほど口が重くなる。歯が動かなくなる。歯応えはあるが 歯応えがあるだけで、どうしても始末をつけることができない。美学者名亭先生が、かつて我が輩の主人を評して、君は割り切れない男だと言ったことがあるが、なるほどうまいことを言ったものだ。この餅も、主人と同じように、どうしても割り切れない。噛んでも噛んでも、三手十を割るごとく、 人未来罪型のつく子はあるまいと思われた。この反問の際、吾輩は覚えず、第二の真理に包着した。すべての動物は、直角的に、事物の敵不敵を予知す。真理はすでに二つまで発明したが、餅がくっついているので、こも愉快を感じない。 歯が餅の肉に吸収されて抜けるように痛い。早く食い切って逃げないとお産が来る。子供の消化もやんだようだ。きっと台所へ駆け出して来るに相違ない。反問の曲、尻尾をぐるぐる振ってみたが何らの効能もない。耳を立てたり寝かしたりしたがダメである。 考えてみると、耳と尻尾は餅と何らの関係もない。要するに、振り損の縦損の寝かし損であると気がついたからやめにした。ようやくのこと、これは前足の助けを借りて餅を払い落とすに限ると考えついた。まず右の方を上げて、口の周囲をなで回す。 撫でたくらいで割り切れるわけのものではない。今度は左の方を伸ばして、口を中心として、急激に円を隠してみる。そんなまじないで間は落ちない。辛抱が肝心だと思って、左右代わる代わるに動かしたが、やはり依然として、歯は餅の中にぶら下がっている。ええー、面倒だと、 両足を一度に使う。すると、不思議なことに、この時だけは後足二本で立つことができた。なんだか猫でないような感じがする。猫であろうがあるまいが、こうなった日には構うもんか。何でも持ちの間が落ちるまでやるべしという意気込みで、むちゃくちゃに顔中引っかき回す。 前足の運動が猛烈なので、ややともすると中心を失って倒れかかる。倒れかかるたびに後足で調子を取らなくてはならぬから、一つところにいるわけにもいかんので、台所中あちらこちらと飛んで回る。我ながら、よくこんなに器用に立っていられたものだと思う。第三の真理が、博打に厳然する。 危うきに望めば、平常なし当たわざるところのものをなし当たう。これを転友という。幸いに転友を受けたる我が輩が一生懸命持ちの間と戦っていると、なんだか足音がして、奥より人が来るような気配である。ここで人に来られては大変だと思って、いよいよ薬器となって、 台所を駆け回る足音はだんだん近づいてくる。ああ、残念だが、天遊が少し足りない。とうとう子供に見つけられた。あら、猫がお雑煮を食べて踊りを踊っている。と大きな声をする。この声を第一に聞きつけたのがおさんである。羽も羽子板も打ち合って、買ってから。 あらま、と飛び込んでくる。サイ君はちりめんの紋付きで、嫌な猫ね、と仰せられる。主人さえ書斎から出てきて、このバカ野郎、と言った。面白い面白いというのは子供ばかりである。そうしてみんな申し合わせたようにゲラゲラ笑っている。 腹は立つ。苦しくはある。踊りはやめるわけにゆかぬ。弱った。ようやく笑いがやみそうになったら、五つになる女の子が、お母様、猫も随分ね。と言ったので、狂乱を祈祷になんとかするという勢いで、また大変笑われた。 人間の同情に乏しい実行もだいぶ検問したが、この時ほど恨めしく感じたことはなかった。ついに天遊もどっかへ消えうせて、在来の通り四つ倍になって目を白黒するの集態を演ずるまでに並行した。さすが見殺しにするのも気の毒と見えて。まあ、餅を取ってやれ。 と主人がお三に命ずる。お三は、もっと踊らせようじゃありませんかという目つきでサ君を見る。サ君は、踊りは見たいが、殺してまで見る気はないので黙っている。取ってやらんと死んでしまう。早く取ってやれ。と、主人は再び下女を帰り見る。おさは、 ごちそうを半分食べかけて夢から起こされた時のように気のない顔をして餅を掴んでぐいと引く。寒月くんじゃないが前歯がみんな折れるかと思った。どうも痛いの痛くないのって餅の中へ固く食い込んでいる歯を情け容赦もなく引っ張るのだからたまらない。吾輩がすべての安楽は 根拠を通過せざるべからず、という第四の心理を経験して、ケロケロと辺りを見回したときには、歌人はすでに奥座敷へ入ってしまっておった。こんな失敗をしたときには、 うちにいておさんなんぞに顔を見られるのもなんとなく罰が悪い。いっそのこと気を変えて、新道二元金のお師匠さんのとこの三毛子でも訪問しようと台所から裏へ出た。三毛子はこの近辺で有名な美貌家である。吾輩は猫にはそういないが、物の情けは一通り心得ている。 うちで主人の苦い顔を見たり、お産の剣くを食って気分が優れんときは、必ずこの異性の宝友のもとを訪問して、いろいろな話をする。するといつの間にか心が生成して、今までの心配も苦労も何もかも忘れて、生まれ変わったような心持ちになる。 女性の影響というものは、実に莫大なものだ。杉垣の隙から、いるかなと思って見渡すと、三毛子は、正月だから首輪の新しいのをして、行儀よく縁側に座っている。その背中の丸さ加減が、言うに言われんほど美しい。 曲線の美を尽くしている。尻尾の曲がり加減、足の折り具合、物げに耳をちょいちょい振る景色なども到底形容ができん。ことによく日の当たるところに暖かそうに品よく控えているものだから、体は静粛炭性の態度を有するにもかかわらず、リロードを欺くほどの 滑らかな満身の毛は、春の光を反射して、風なきにムラムラと微動するごとくに思われる。吾輩はしばらく甲骨として眺めていたが、やがて我に帰ると同時に低い声で、ミケ子さんミケ子さんと言いながら、前足で招いた。ミケ子は、 あら、先生。と、縁を降りる。赤い首輪につけた鈴がチャラチャラとなる。おや、正月になったら鈴までつけたな。どうもいいねだと感心している間に、吾輩のそばに来て。あら、先生。おめでとう。と、尾を左へ振る。我ら猫族間で、 お互いに挨拶をするときには、王を棒のごとく立てて、それを左でぐるりと回すのである。町内で吾輩を先生と呼んでくれるのは、この三毛子ばかりである。吾輩は前回断った通り、まだ名はないのであるが、教師のうちにいるものだから、三毛子だけは尊敬して、 先生、先生と言ってくれる。我が輩も先生と言われてまんざら悪い心持ちもしないから、はいはいと返事をしている。いやあ、おめでとう。大層立派にお化粧ができましたね。ええ。去年の暮れ、お師匠さんに買っていただいたの。いいでしょとチャラチャラ鳴らしてみせる。なるほど。 いいねですな。吾が輩などは生まれてからそんな立派なものは見たことがないですよ。あら嫌だ。みんなぶら下げるのよ。とまたチャラチャラ鳴らす。いいねでしょあたし嬉しいわ。と、チャラ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 続けざまに鳴らす。あなたのうちの師匠さんは大変あなたを可愛がっていると見えますね。 と我が身に引き比べて、暗に金銭の意を漏らす。ミケ子は無邪気なものである。本んよまるで自分の子供のようよとあどけなく笑う。猫だって笑わないとは限らない。人間は自分より他に笑えるものがないように思っているのは間違いである。 我が輩が笑うのは、鼻の穴を三角にして、喉仏を振動させて笑うのだから、人間にはわからぬはずである。一体、あなたのとこのご主人は何ですかあら、ご主人だって。妙なのね。お師匠さんでは二元金のお師匠さんよ。それは我が輩も知っていますがね。そのご身分は何なんです いずれ昔は立派な方なんでしょうな。ええ<っ>。君を待つ間の姫小松。障子のうちで、お師匠さんが二元金を引き出す。いい声でしょと美け子は自慢する。いいようだが、吾輩にはよくわからん。全体何というものですかあれ あれは何とかってものよ。お師匠さんはあれが大好きなの。お師匠さんはあれで62よ。随分丈夫だわね。62で生きているくらいだから、丈夫と言わねばなるまい。吾輩は、はあ、と返事をした。少し間が抜けたようだが、 別に名刀も出てこなかったから仕方がない。あれでも、元は身分が大変良かったんだって。いつでもそうおっしゃるの。へえ、元は何だったんです何でも、天章院様のご優室の妹のお嫁に行った先の北家さんの甥いの娘なんだって。何ですってあの、天章院様の ご勇室の妹のお嫁に行った。なるほど。少し待ってください。天章院様の妹のご勇室の。あら、そうじゃないの。天章院様のご勇室の妹の。よろしい。わかりました。天章院様のでしょええ。ご勇室のでしょそうよ。お嫁に行った。 妹のお嫁に行ったですよ。そうそう、間違った。妹のお嫁に行った先の、おっかさんの甥いの娘なんですとさ。おっかさんの甥いの娘なんですか。ええ、かったでしょい,いえ、なんだか混雑して容量を得ないですよ。詰まるところ、天章院様の何になるんですか あなたもよっぽどわからないのね。だから、天章院様のご友室の妹のお嫁に行った先のおっ母さんのおいの娘なんだって、さっきから言ってるんじゃありませんか。それはすっかりわかっているんですがね。それがわかりさえすればいいんでしょええ。と仕方がないから降参をした。我々は、時とすると、 リズメの嘘をつかねばならぬことがある。障子のうちで二元金の根がパッタリ止むと、お師匠さんの声で、みけやみけやご飯だよと呼ぶ。みけ子は嬉しそうに。あら、お師匠さんが呼んでいらっしゃるから、あたし帰るわ。よくって 悪いと言ったって仕方がない。それじゃ、また遊びにいらっしゃい。と鈴をチャラチャラ鳴らして庭先までかけて行ったが、急に戻ってきて。あなた大変色が悪くってよ。どうかシェアしなくって。と心配そうに問いかける。まさか像に送って踊りを踊ったとも言われないから、 何別段のこともありませんが、少し考え事をしたら頭痛がしてね。あなたと話でもしたら治るだろうと思って、実は出かけてきたんですよ。そう。お大事になさいまし。さようなら。少しは名残惜しげに見えた。これでゾウニの元気もさっぱりと回復した。いい心持ちになった。 帰りに、例の茶園を通り抜けようと思って、下柱の溶けかかったのを踏みつけながら、県人寺の崩れから顔を出すと、また車屋の黒が、枯れ肉の上に背を山にしてあくびをしている。近頃は黒を見て恐怖するような吾輩ではないが、話をされると面倒だから、 知らぬ顔をして行き過ぎようとした。黒の性質として、人が己を警部したと認むるや否や、決して黙っていない。おい、七死のゴンべ近頃じゃおつう高く止まってるじゃねえか。いくら教師の飯を食ったって、そんな高慢ちきな面はするね。人付け面白くもね 黒は吾輩の有名になったのをまだ知らんと見える。説明してやりたいが、到底わかる奴ではないから、まず一応の挨拶をして、出来うる限り早くお面こうむるにしくはないと決心した。いや、黒くんおめでとう。相変わらず元気がいいね。と尻尾を立てて、左へくるりと回す。 黒は尻尾を立てたぎり、挨拶もしない。何おめでてえ。正月でおめでたけりゃ、おめえなんざ年が年中おめでてえ方だろう。気をつけろい、この不意語の向こう面め。不意語の向こう面という句は、バリの言語であるようだが、吾輩には了解ができなかった。ちょっと伺うが、 ふい語の向こう面というのはどういう意味かねへっ、<laughs> てめえが悪態をつかれてるくせに、その訳を聞きゃあ世話はねえ。だから正月野郎だってことよ。正月野郎は指摘であるが、その意味に至ると、ふい語の何とかよりも一層不明瞭な文句である。参考のためちょっと聞いておきたいが、 聞いたって明瞭な答弁は得られぬに決まっているから、面と向かったまま無言で立っておった。いささか手持ち無沙汰の体である。すると突然黒のうちの神さんが大きな声を張り上げて、おや、棚へあげておいた鮭がない。大変だ。 またあの黒のチキショウが取ったんだよ。本当に憎らしい猫だっちゃありゃしない。今に帰ってきたらどうするか見ていやがれ。と怒鳴る。初春ののどかな空気を無遠慮に振動させて、枝を鳴らさぬ君神を大いに俗漁してしまう。黒は、怒鳴るなら怒鳴りたいだけ怒鳴っていろと言わぬばかりに横着な顔をして、 四角な顎を前へ出しながら、あれを聞いたかと合図をする。今までは黒との応対で気がつかなかったが、見ると彼の足の下には、一切れ二千三輪に相当する鮭の骨が泥だらけになって転がっている。君、相変わらずやってるな、と、今までの生きがかりは忘れて、 つい関東誌を法定した。黒はそのくらいなことではなかなか機嫌を直さない。何がやってるで、この野郎。鮭の一切れや二切れで相変わらずとは何だ。人を見くびったことを言うね。はばかりながら車屋の黒だ。と、腕まくりの代わりに右の前足を逆さに 肩の辺まで掻き上げた。君が黒くんだということは、初めから知ってるさ。知ってるのに相変わらずやってるとは何だ何だってことよ。と、熱いのをしきりに吹きかける。人間なら、胸ぐらを取られて小突き回されるところである。少々辟易して、 内心困ったことになったなと思っていると、再び例の神さんの大声が聞こえる。ちょいと西川さん。おい西川さんってば。用があるんだよ、この人は。牛肉を一斤すぐ持ってくるんだよ。いいかいわかったかい牛肉の硬くないところを一斤だよ。と、牛肉注文の声が、シリンの赤爆を破る。 へっ <laughs>、年に一ん牛肉をあつらえると思って、嫌に大きな声を出しやがら。牛肉一斤が隣近所へ自慢なんだから、始末に負えねえアモだ。と、黒はあざけりながら、四つ足を踏ん張る。吾輩は挨拶のしようもないから黙って見ている。一斤くらいじゃ承知ができねえんだが、 仕方がねえ。いいから取っときゃ、今に食ってやら。と、自分のためにあつらえたもののごとく言う。今度は本当のごちそうだ。結構結構。と、吾輩はなるべく彼を返そうとする。おめっちの知ったことじゃねえ。黙っていろ。うるせえや。と言いながら、 突然後足で下柱の崩れた奴を吾輩の頭へばさりと浴びせかける。吾輩が驚いて体の泥を払っている間に、黒は垣根をくぐってどこかへ姿を隠した。大方、西川の牛を狙いに行ったものであろう。うちへ帰ると、 座敷の中がいつになく晴めいて、主人の笑い声さえお気に聞こえる。はてなと開け放した縁側から上がって、主人のそばへ寄ってみると、見慣れぬ客が来ている。頭をきれいに分けて、木綿の紋付きの羽織に小倉の袴をつけて、しごく真面目そうな書生邸の男である。 主人の手あぶりの角を見ると、春景塗りのタバコ入れと並んで、落ち東風君を紹介いたし騒水島寛月という名詞があるので、この客の名前も寛月君の友人であるということも知れた。主格の対話は途中からであるから前後がよくわからんが、 何でも、吾輩が前回に紹介した、美学者明帝君のことに関しているらしい。それで、面白い趣向があるから、ぜひ一緒に来いとおっしゃるので、と客は落ち着いて言う。何ですかその西洋料理へ行って、昼飯を食うのについて、趣向があるというのですか と主人は茶を継ぎ足して客の前へ押しやる。さあ、その思考というのがその時は私にもわからなかったんですが、いずれあの方のことですから何か面白い種があるのだろうと思いまして、一緒に行きましたか。なるほど。ところが驚いたのです。主人はそれ見たかと言わぬばかりに、 膝の上に乗った我が輩の頭をポカと叩く。少し痛い。またバカな茶番見たようなことなんでしょう。あの男はあれが癖でねえ。と、急にアンドレア・デルサルト事件を思い出す。へへ、君何か変わったものを食おうじゃないかとおっしゃるので。何を食いました まず、献立を見ながら、いろいろ料理についてのお話がありました。あつらえない前にですかええ。それからそれから、首をひねってボーイの方をご覧になって、どうも変わったものもないようだなとおっしゃると、ボーイは負けん気で、カモのロースか格子のチャップなどはいかがですと言うと、先生は、 そんな月並みを食いにわざわざここまで来やしないとおっしゃるんで、防イは月並みという意味がわからんものですから、妙な顔をして黙っていましたよ。そうでしょう。それから私の方をお向きになって、君、フランスやイギリスへ行くと、随分天命帳や万葉帳が食えるんだが、日本じゃどこへ行ったってハンデをしたようで、 どうも西洋料理や入る気がしないというような大起嫌で。全体あの方は陽光なすったことがあるのですかななに、名店が陽光なんかするもんですかそりゃ、金もあり時もあり、行こうと思えばいつでも行かれるんですがね。大方これから行くつもりのところを過去に見立てたシャレなんでしょう。 主人は自分ながらうまいことを言ったつもりで誘い出し笑いをする。客はさまで感服した様子もない。そうですか。私はまたいつの間に陽好なさったかと思って、つい真面目に拝聴してしまいました。それに、見てきたように、ナメクジのソップのお話やカエルのシチューの形容をなさるものですから。 そりゃあ誰かに聞いたんでしょう。嘘をつくことはなかなか名人ですからね。どうもそのようで。と、花瓶の水泉を眺める。少しく残念の景色にも取られる。じゃあ、趣向というのはそれなんですね。と、主人が念を押す。いえ、それはほんの冒頭なので。 本論はこれからなのです。うーん。と、主人は好奇的な関東詩を挟む。それから、とてもナメクジやカエルは食おうっても食えやしないから、まあ土地面棒くらいなところで負けとくことにしようじゃないか君とご相談なさるものですから、私はつい何の気なしに、それがいいでしょうと言ってしまったので。へえ。 土地面房は妙ですな。ええ。全く妙なのですが、先生があまり真面目なものですから、つい気がつきませんでした。と、あたかも主人に向かって祖骨を浴びているように見える。それからどうしましたと、主人は無頓着に聞く。客の謝罪には一向同情を表しておらん。それから防衛に、 おい、土地麺棒を二人前持ってこい、と言うと、坊イが、ンチ棒ですかと聞き直しましたが、先生はますます真面目な顔で、ンチ棒じゃない土地麺棒だと訂正されました。なあ、る。その土地麺棒という料理は、一体あるんですかさあ、私も少しおかしいとは思いましたが、いかにも先生が沈着であるし、 その上あの通りの西洋通でいらっしゃるし、ことにその時は陽光をなすったものと信じきっていたものですから、私も口を添えて、土地綿棒だ土地綿棒だと防衛に教えてやりました。防衛はどうしました防衛がね、今考えると実に滑稽なんですがね、しばらく思案していましてね、は肌はお気の毒様ですが、 今日は土地綿棒はお会いにくさまで、メンチ棒ならお二人前すぐにできます、と言うと、先生は非常に残念な様子で、それじゃあせっかくここまで来た甲斐がない。どうか土地綿棒を都合して食わせてもらうわけにはいくまいかと、ーイに二十銭銀貨をやられると、ボーイは、それではともかくも料理番と相談して参りましょうと奥へ行きましたよ。 大変土地面棒が食いたかったと見えますね。しばらくして防衣が出てきて、誠におあいにくで、おあつらえならこしらえますが、少々時間がかかります。と言うと、明帝先生は落ち着いたもので、どうせ我々は正月で暇なんだから、少し待って食っていこうじゃないかと言いながら、ポケットから葉巻を出して、ぷかりぷかり吹かし始められたので、私も仕方がないから、 懐から日本新聞を出して読み出しました。すると防衣はまた奥へ相談に行きましたよ。嫌に手数がかかりますなと、主人は戦争の通信を読むくらいの意気込みで席を進める。すると防衣がまた出てきて、近頃は土地綿棒の材料が不定で、 亀屋へ行っても横浜の十五番へ行っても変われませんから、当分の間はお会いにくさまで、と気の毒そうに言うと、先生は、そりゃあ困ったなあ、せっかく来たのになと、私の方をご覧になって、しきりに繰り返されるので、私も黙っているわけにも参りませんから、どうも遺憾ですな、遺憾極まるですなと調子を合わせたのです。ごもっともで。 と主人が賛成する。何がごもっともだか、吾輩にはわからん。すると、ーイも気の毒だと見えて、そのうち材料が参りましたらどうか願いますってんでしょ先生が、材料は何を使うかね、と問われると、ボーイは、へへへへと笑って返事をしないんです。材料は日本派の敗人だろう。 と先生が押し返して聞くと、坊イは、へえ、さで、それだものだから、近頃は横浜へ行っても変われませんので、誠にお気の毒様、と言いましたよ。ははは、それがオチなんですか。こりゃあ面白い。と、主人はいつになく大きな声で笑う。膝が揺れて、吾が輩は落ちかかる。主人はそれにもとんくなく笑う。 アンドレア・デルサルトにかかったのは自分一人でないということを知ったので、急に愉快になったものと見える。それから二人で表へ出ると、どうだ君、うまくいったろう。土地綿棒を種に使ったところが面白かろう、と大得意なんです。敬服の至りです、と言ってお別れしたようなものの、実は昼飯の時刻が延びたので、 大変空腹になって弱りましたよ。それはご迷惑でしたろう。と、主人は初めて同情を表する。これには吾輩も依存はない。しばらく話が途切れて、吾輩の喉を鳴らす音が、主角の耳に入る。東風君は冷たくなった茶をぐっと飲み干して、 実は、今日参りましたのは、少々先生にお願いがあって参ったので、と改まる。はあ、何かご用で、と、主人も負けずに済ます。ご承知の通り、文学美術が好きなものですから、結構で、と油を刺す。同志だけがよりまして、先だってから、 朗読会というのを組織しまして、毎月一回会合して、この方面の研究をこれから続けたいつもりで、すでに第一回は去年の暮れに開いたくらいであります。ちょっと伺っておきますが、朗読会というと、何か不でもつけて、シーカ文章の類を読むように聞こえますが、一体どんな風にやるんです。まあ、初めは、 個人の作から始めて、おいおいは、老人の創作なんかもやるつもりです。個人の作というと、白楽天の琵琶湖のようなものででもあるんですかい,いえ。武村の春風馬蹄局の種類ですかい,いえ。それじゃあどんなものをやったんです先だっては、近松の真ものをやりました。 近松あの浄瑠璃の近松ですか。近松に二人はない。近松といえば、義曲家の近松に決まっている。それを聞き直す主人は、よほど具だと思っていると、主人は何にもわからずに、吾輩の頭を丁寧に撫でている。 やぶにらみから惚れられたと自認している人間もある世の中だから、このくらいの語尾は、決して驚くに足らんと、撫でられるがままに済ませていた。ええ。と答えて、東風氏は主人の顔色をうかがう。それじゃあ、一人で朗読するのですかまたは役割を決めてやるんですか 役を決めて、掛け合いでやってみました。その周囲は、なるべく作中の人物に同情を持って、その性格を発揮するのを第一として、それに手真似や身振りを添えます。台詞はなるべくその時代の人を映し出すのが主で、お嬢さんでもでっちでも、その人物が出てきたようにやるんです。じゃあ、まあ、芝居見たようなものじゃありませんか。ええ。 衣装と書き割りがないくらいなものですな。失礼ながらうまくいきますか。まあ、第一回としては成功した方だと思います。それで、この前やったとおっしゃる真珠者というと、その、先導がお客を乗せて吉原へ行くとこなんで。大変な幕をやりましたな。 教師だけにちょっと首を傾ける。鼻から吹き出した日の出の煙が耳をかすめて顔の横手へ回る。なあに、そんなに大変なこともないんです。登場の人物は、お客と扇導と、おいらんと中井とやり手と鍵盤だけですから。と、東風氏は平気なものである。 主人は、オイランという名を聞いて、ちょっと苦い顔をしたが、中居、やり手、鍵盤という術語について、明瞭の知識がなかったと見えて、まず質問を提出した。中居というのは、商家の下避にあたるものですかなまだよく研究はしてみませんが、中居は茶屋の下女で、やり手というのが、 女部屋の助役見たようなものだろうと思います。東風氏は、さっきその人物が出てくるように声色を使うと言ったくせに、やり手や中居の性格をよく返しておらんらしい。なるほど。中居は茶屋に隷属するもので、やり手は昇華に気がするものですね。次に、現場というのは人間ですか または一定の場所を指すのですかもし人間とすれば男ですか女ですか鍵盤は何でも男の人間だと思います。何を司っているんですかなさあ、そこまではまだ調べが届いておりません。そのうち調べてみましょう。これで掛け合いをやった日にはトンチンカンなものができるだろうと、 吾輩は主人の顔をちょっと見上げた。主人は存外真面目である。それで、朗読家は君の他にどんな人が加わったんですかいろいろおりました。花魁が方学師のケイ君でしたが、口髭を生やして女の甘ったるいセリフを使うのですから、ちょっと妙でした。それに、その花魁が尺を起こすところがあるんで、 朗読でも尺を起こさなくちゃいけないんですかと、主人は心配そうに尋ねる。ええ。とにかく表情が大事ですから。と、東風氏はどこまでも文芸家の気でいる。うまく尺が起こりましたかと、主人は傾向を吐く。尺だけは、第一回にはちと無理でした。 と、東風氏も稽向を吐く。ところで、君は何の役割でしたと主人が聞く。私は先導。ええ、君が先導。君にして先導が務まるものなら、僕にも鍵盤くらいはやれるといったような語気を漏らす。やがて、先導は無理でしたか とお世辞のないところを打ち明ける東風氏は別段尺に触った様子もない。やはり沈着な口調で。その先導で、せっかくの催しも、流淡度に終わりました。実は会場の隣に女学生が四五人下宿していましてね。それがどうして聞いたものか。 その日は朗読会があるということをどこかで探知して、会場の倉庫へ来て傍聴していたものと見えます。私が先導の声色を使って、ようやく調子づいて、これなら大丈夫と思って得意にやっていると、つまり、身振りが余りすぎたのでしょう。今までこらえていた女学生が一度にわっと笑い出したものですから、驚いたことも驚いたし、 決まりが悪いことも悪いし、それで腰を折られてからどうしても後が続けられないので、とうとうそれぎりで散会しました。第一回としては成功だと称する朗読会がこれでは、失敗はどんなものだろうと想像すると笑わずにはいられない。覚えず喉仏がゴロゴロ鳴る。 主人はいよいよ柔らかに頭を撫でてくれる。人を笑って可愛がられるのはありがたいが、いささか不気味なところもある。それはとんだことで。と主人は正月早々弔辞を述べている。2> 第二回からはもっと奮発して盛大にやるつもりなので、今日出ましたのも全くそのためで、 実は先生にも一つご入会の上、ご尽力を仰ぎたいので。僕にはとても尺なんか起こせませんよ。と、消極的の主人はすぐに断りかける。いえ、尺などは起こしていただかんでもよろしいので、ここに参助院の名簿が、と言いながら、紫の風呂敷から大事そうに小肉板の帳面を出す。 これ、どうかご署名の上、お捺印を願いたいので。と、帳面を主人の膝の前へ開いたまま置く。見ると、現根知名な文学博士、文学誌連中の名が、容疑よく勢ろいをしている。はあ、参戦員にならんこともありませんが、どんな義務があるのですか。と、か先生は、 懸念の体に見える。義務と申して、別段ぜひ願うこともないくらいで、ただお名前をご記入くださって、賛成の意さえお表しくださればそれで結構です。そんなら入ります。と、義務のかからぬことを知るや否や、主人は急に気軽になる。責任さえないということが分かっておれば、 無本の連判上へでも名を書き入れますという顔つきをする。のみならず、高知名の学者が名前を連ねている中に生命だけでも入籍させるのは、今までこんなことに出会ったことのない主人にとっては無償の光栄であるから、返事の勢いのあるのも無理はない。ちょっと湿気と。 主人は書斎へ印を取りに入る。吾が輩はぼたりと畳の上へ落ちる。東風氏は菓子皿の中のカステラをつまんで一口に頬張る。もごもごしばらくは苦しそうである。吾が輩は今朝の雑煮事件をちょっと思い出す。 主人が書斎から飲料を持って出てきた時は、東風氏の胃の中にカステラが落ち着いた時であった。主人は菓子皿のカステラが一切れ足りなくなったことには気がつかぬらしい。もし気がつくとすれば、第一に疑われる者は吾輩であろう。 東風氏が帰ってから、主人が書斎に入って机の上を見ると、いつの間にか名亭先生の手紙が来ている。新年の魚計、めでたく申し納め騒動。いつになく出が真面目だと主人が思う。名亭先生の手紙に真面目なのはほとんどないので、この間などは、 その後別に連着せる婦人も来れなく、伊豆方より援書も参らず、まずまず無事に証拠をまかりあり候ろう間、はばかりながらご求心下さるべく候ろう。というのが来たくらいである。それに比べると、この年始上は例外にも世間的である。 ちょっと賛同をつかまつりたくソーラエども。体系の消極主義に反して、出来得る限り積極的方針を持って、この全古未曾有の新年を迎うる計画ゆえ、毎日毎日目の回るほどの多忙、ご推察願い上げ候なるほど。あの男のことだから、正月は遊び回るのに忙しいに違いないと。 主人は腹の中で名帝君に同意する。昨日は一時の暇を盗み、東風氏に土地綿棒のご馳走をいたさんと存じ候ところ、あいにく材料不定のため、その意を果たさず、いかんん番に存じ候そろそろ例の通りになってきたと、主人は無言で微笑する。 明日は某男爵のカルタ会。明後日は心秘学協会の新年宴会。その明くる日は鳥部教授歓迎会。そのまた明くる日は、うるさいなと主人は読み飛ばす。右のごとく、洋曲会、俳句会、短歌会、身体視会など。 会の連発にて、当分の間はのべつ幕なしに出勤いた日騒ため、やむを得ず念願をもって敗数の礼に返騒労団、足からずご友助下されたく騒楼。別段来るにも及ばんさと、主人は手紙に返事をする。今度ご高麗の説は、久しぶりにて晩餐でも教師たき心得に御座候 冠中何の珍味もこれなく将来ども。せめては土地綿棒でもと、ただいまより心がけより候まだ土地綿棒を振り回している。失敬など、主人はちょっとムッとする。しかし、土地綿棒は近頃材料不定のため、ことによると間に合いかね候老もかりがたきにつき、 その説は、孔雀の下でもご風味に入れ申すべく騒動。両天秤をかけたなと、主人は後が読みたくなる。ご承知の通り、孔雀一羽につき、下肉の分量は小指の半ばにも足らぬほどゆえ、健嘩なる体型の胃袋を満たすためには、嘘をつけと、 主人は打ち合ったように言う。ぜひとも二三十羽の苦弱を捕獲いたさざるべからずと存じ騒楼。叱るところ、苦弱は、動物園、浅草花屋敷などにはちらほら見受けそうらえども、普通の鳥屋などには一向見当たり申さず、不心このことにござ騒楼。一人で勝手に苦心しているのじゃないかと、 主人は豪も感謝の意を表しない。この孔雀の下の料理は、王石ローマ前世の握り、一時非常に流行いたし候楼ものにて、豪者風流の極度と、平勢より密かに職手を動かしおり騒楼次第、ご了察くださるべく騒楼。何がご了殺だ、馬鹿なと 主人はすこぶる霊坦である。下って十六七世紀の頃までは、禅王を通じて、孔雀は宴席にかくべからざる公味と愛なりより候レスター博がエリザベス女皇をケニルウォースに招待いたし騒を説も、確か孔雀を使用いたし騒楼よう、記憶いたし騒 有名なるレンブラントが描き候ろう共演の図にも、孔雀が尾を広げたるまま卓上に横たわりおり候孔雀の料理師を書くくらいなら、そんなに多忙でもなさそうだと不平をこぼす。とにかく、近頃のごとくご馳走の食べ続けにては、さすがの小生も遠からぬうちに、 体型のごとく、威弱と愛なるは必要。体型のごとくは余計だ。何も僕を威弱の標準にしなくても済むと主人は呟いた。歴史家の説によれば、ローマ人は日に二度三度も宴会を開き騒動をよし、日に二度も三度も法上の食船につきそうらえば、いかなる権威の人にでも、 消化機能に不調をかもすべく、従って自然は体型のごとく、また体型のごとくか、失敬な。しかるに、贅沢と衛生等を両立せしめんと研究を尽くしたる彼らは、不相当に多量の滋味を貪ると同時に、胃腸を状態に保持するの必要を認め、 ここに一つの秘宝を暗出いたし騒楼。はてねと主人は急に熱心になる。彼らは食後必ず入浴いたし騒楼。入浴後一種の方法によりて、浴前に縁化せるものをことごとく嘔吐し、以内を掃除いたし騒楼。以内覚醒の功を奏したる後、 また食卓につき、あくまで珍味を風光し、風光し終われば、また湯に入りてこれを突出いたし騒楼。格のごとくすれば、好物はむさぼり次第むさぼり騒楼も、豪も内臓の初期間に障害を生ぜず、一挙両得とは、これらのことを申すべきかと、愚行いたし騒楼。なるほど。 一挙両得に相違ない。主人は羨ましそうな顔をする。二十世紀の今日、交通の頻繁、宴会の増加は申すまでもなく、軍国多治、聖路の第二年とも愛なり騒動を降りから、五人戦勝国の国民は、ぜひともローマ人に習って、この入浴王との術を 研究せざるべからざる機会に到着いたし候ろうことと、自信いたし候ろう。さもなくば、せっかくの大国民も、近き将来において、ことごとく体型のごとく、異病患者と愛なることと、密かに心痛まかりあり候ろう。また体型のごとくか、尺に触る男だと主人が思う。 この際、語人西洋の事情に通ずる者が、古史伝説を恒久し、すでに廃絶せる秘宝を発見し、これを明治の社会に応用いたし総らわば、いわば災いを未報に防ぐの苦毒にも愛なり、平素逸落を欲しいままに致し候郎恩返しも愛立ち申すべくと存じ総郎。なんだか妙だなと、 首をひねる。よって、この間中より、ギボン、モンセン、スミスなど、初夏の著述を少量致しおりそ来らども、未だに発見の短をも見出しえざるは、残念の至りに存じ騒ろう。しかし、ご存じのごとく、小生は一度思い立ち騒ろうことは、 成功するまでは決して中絶つかまつらざる性質に相らえば、王都法を再考いたし相撲も、遠からぬうちと信じおり相撲次第。右は発見次第、ご報道をつかまつるべく相撲につき、さようご承知くださるべく相撲。ついては先に申し上げ相撲、土地面お及び苦弱の下のご馳走も愛なるべくは、 右義発見後に致したく。さすれば小生の都合はもちろん、すでに威弱に悩みおられる体型のためにもご便宜かと存じ候動。早々不備。なんだ、とうとう担がれたのか。あまり書き方が真面目なものだから、ついしまいまで本気にして読んでいた。新年早々こんないたずらをやる名誉は、 よっぽど暇人だなぁと主人は笑いながら言ったそれから四五日は別段のこともなく過ぎ去った白磁の水仙がだんだんしぼんで 青軸の梅が、瓶ながらだんだん開きかかるのを眺め暮らしてばかりいてもつまらんと思って、一両度三毛子を訪問してみたが、哀れない。最初は留守だと思ったが、二辺目には病気で寝ているということが知れた。障子のうちで、例のお師匠さんと下女が話をしているのを、 蝶洲蜂の波乱の影に隠れて聞いているとこうであった。ミケはご飯を食べるかいいいえ、今朝からまだ何にも食べません。あったかにして、おこたに寝かしておきました。なんだか猫らしくない。まるで人間の取り扱いを受けている。一方では自分の境遇と比べてみて羨ましくもあるが、 一方では、おのが愛している猫が、かくまで工遇を受けていると思えば、嬉しくもある。どうも困るね。ご飯を食べないと、体が疲れるばかりだからね。そうでございますとも、私どもでさえ、一日午前をいただかないと、明る日はとても働けませんもの。下女は、 自分より猫の方が上等な動物であるような返事をする。実際このうちでは、下女より猫の方が大切かもしれない。お医者様へ連れて行ったのかいええ、あのお医者はよっぽど妙でございますよ。私が三毛を抱いて診察場へ行くと、風邪でも引いたのかって、私の脈を取ろうとするんでしょいえ、 病人は私ではございません。これですって、ミケを膝の上へ直したら、ニヤニヤ笑いながら、猫の病気はわしにもわからん。放っておいたら今に治るだろうってんですもの。あんまりひどいじゃございませんか。腹が立ったから、それじゃあ見ていただかなくてもようございます。これでも大事の猫なんですって、ミケを懐へ入れて、さっさと帰ってまいりました。ほんにね。 本にねえは、到底我が輩のうちなどで聞かれる言葉ではない。やはり天章院様の何とかの何とかでなくては使えない、鼻肌がであると感心した。なんだかしくしく言うようだが。ええ、きっと風邪をひいて喉が痛むんでございますよ。風邪をひくと、どなたでもお席が出ますからね。 天章院様の何とかの何とかの下女だけに、馬鹿丁寧な言葉を使う。それに、近頃は廃病とかいうものが出てきての。本当に、この頃のように、廃病だの、ペストだのって、新しい病気ばかり増えた日には、油断も隙もなりゃしませんのでございますよ。旧幕時代にないものにろくなものはないから、お前も気をつけないといかんよ。 そうでございましょうかね。下女は大いに感動している。風邪をひくと言っても、あまり出歩きもしないようだったに。い,いえね、あなた、それが近頃は悪い友達ができましてね。下女は国事の秘密でも語るときのように、大得意である。悪い友達ええ。 あの表通りの教師のとこにいる薄汚いお猫でございますよ。教師というのはあの毎朝ぶ作法な声を出す人かえええ、顔を洗うたんびにガチョウがしめ殺されるような声を出す人でござんす。ガチョウがしめ殺されるような声はうまい形容である。吾輩の主人は毎朝風呂場でうがいをやるとき、 用事で喉をつっついて、妙な声を無遠慮に出す癖がある。機嫌の悪い時は、やけにガーガーやる。機嫌のいい時は、元気づいてなおガーガーやる。つまり、機嫌のいい時も悪い時も、休みなく勢いよくガーガーやる。サイ君の話では、 ここへ引っ越す前まではこんな癖はなかったそうだが、ある時ふとやり出してから今日まで一日もやめたことがないという。ちょっと厄介な癖であるが、なぜこんなことを根気よく続けているのか、我ら猫などには到底想像もつかん。それもまずいいとして、薄汚い猫とは、 ずいぶん国評をやるものだと、なお耳を立てて後を聞く。あんな声を出して、何の真面目になるかしら。ご一心前は、中原でもゾり取りでも、相応の作法は心得たもので、屋敷町などであんな顔の洗い方をする者は一人もおらなかったよ。そうでございましょうともね。下女はむやみに感服しては、 むやみにねえを使用する。あんな主人を持っている猫だから、どうせ野良猫さ。今度来たら少し叩いておやり。叩いてやりますとも。三家の病気になったのも、全くあいつのおかげに違いございませんもの。きっと敵を取ってやります。とんだ冤罪をこむったものだ。こいつは滅多に近寄れないと、 みけ子にはとうとう会わずに帰った。帰ってみると、主人は書斎のうちで、何か賃金の手で筆を取っている。二元金のお師匠さんのとこで聞いた評判を話したらさぞ怒るだろうが、知らぬが仏とやらで、うんうん言いながら、 神聖な詩人になりすましている。ところへ、当分多忙で行かれないと言って、わざわざ年始状をよこした名帝君が、ひょうぜんとやってくる。何か新体詩でも作っているのかね。面白いのができたら見せたまえ。という。うん。ちょっとうまい文章だと思ったから、 今翻訳してみようと思ってね。と主人は重たそうに口を開く。文章誰の文章だい誰のかわからんよ。無名詞か。無名詞の作にも随分いいのがあるから、なかなか馬鹿にできない。全体どこにあったのか。と問う。第二特本。 主人は落ち着き払って答える。第二特本第二特本がどうしたんだ僕の翻訳している名文というのは第二特本のうちにあるということさ。冗談じゃない。ク辱の下のカトキを際どいところで打とうという寸法なんだろう。僕は君のようなほら吹きとは違うさ。と口ひげをひねる。 大然たるものだ。昔、ある人が三陽に、先生、近頃名分はござらぬかと言ったら、三陽が孫の書いた借金の催促状を示して、近頃の名分はまずこれでしょうと言ったという話があるから、君の心美眼も存外確かかもしれん。どれ、読んでみたまえ。僕が批評してやるから。と、名帝先生は、 神秘眼の本家のようなことを言う。主人は、全坊主が大東国史の誘い換えを読むような声を出して読み始める。巨人引力。なんだいその巨人引力というのは。巨人引力という題さ。妙な題だな。僕には意味がわからんねえ。 引力という名を持っている巨人というつもりさ。少し無理なつもりだが、表題だからまず負けておくとしよう。それから早々本文を読むさ。君は声がいいからなかなか面白い。混ぜ返してはいかんよ。と、あらかじめ念を押してまた読み始める。ケイトは窓から外を眺める。 小児が球を投げて遊んでいる。彼らは高く球を空中に投げ打つ。球は上へ上へと登る。しばらくすると落ちてくる。彼らはまた球を高く投げ打つ。再び、見たび。投げ打つ度に球は落ちてくる。なぜ落ちるのか なぜ上へ上へとのみ登らぬか、とケイトが聞く。巨人が地中に住むゆえに、と母が答える。彼は巨人引力である。彼は強い。彼は万物を己の方へと引く。彼は家屋を地上に引く。引かねば飛んでしまう。章にも飛んでしまう。 葉が落ちるのを見たろう。あれは巨人引力が呼ぶのである。本を落とすことがあろう。巨人引力が濃いというからである。玉が空に上がる。巨人引力は呼ぶ。呼ぶと落ちてくる。それに理解。うん。うまいじゃないか。 いや、これは恐れ入った。飛んだところで土地面棒のご返礼に預かった。ご返礼でも何でもないさ。実際うまいから訳してみたのさ。君はそう思わんかねと、金縁のメガネの奥を見る。どうも驚いたね。君にしてこの技量あらんとは、全く今度という今度は担がれたよ。降参降参。 と、一人で承知して、一人で喋る。主人には一向通じない。何も、君を降参させる考えはないさ。ただ面白い文章だと思ったから訳してみたばかりさ。いや、実には面白い。そう来なくっちゃ本物でない。すごいもんだ。恐縮だ。そんなに恐縮するには及ばん。 僕も近頃は水彩画をやめたから、その代わりに文章でもやろうと思ってね。どうして、遠近無差別、国脈平等の水彩画の日じゃない。感服の至りだよ。そう褒めてくれると、僕も乗り気になる。と、主人はあくまでも勘違いをしている。ところへ、寒月君が、 先日は失礼しましたと入ってくる。いやしけ。今、大変な名分を拝聴して、土地面房の暴根を退じられたところで。と、明帝先生はわけのわからぬことをほのめかす。はあ、そうですか。と、これもわけのわからぬ挨拶をする。主人だけは、さのみ浮かれた景色もない。 先日は、君の紹介で、オチ東風という人が来たよ。ああ、上がりましたか。あのオチコチという男は、至って正直な男ですが、少し変わっているところがあるので、あるいはご迷惑かと思いましたが、ぜひ紹介してくれというものですから。別に、迷惑のこともないわね。こちらへ上がっても、自分の生命のことについて、何か弁じていきゃしませんか い,いえ、そんな話もなかったようだ。そうですか。どこへ行っても初対面の人には自分の名前の公釈をするのが癖でしてね。どんな公釈をするんだいと、断れかしと待ち構えた明帝君は口を入れる。あの、こちというのを音で読まれると大変気にするので。はてね。と、 名亭先生は、金から川のタバコ入れからタバコをつまみ出す。私の名は、落ち豆腐ではありません。落ちこちですと必ず断りますよ。妙だねえ。と、雲もいを腹の底まで飲み込む。それが全く文学熱から来たので、こちと読むと、遠近という生語になる。のみならず、 その生命が因を踏んでいるというのが得意なんです。それだから、古地をんで読むと、僕がせっかくの苦心を人が買ってくれないと言って不平を言うのです。こりゃあ、なるほど変わってる。と、明帝先生は図に乗って腹の底から雲居を鼻の穴まで吐き返す。途中で煙が戸惑いをして、喉の出口へ引きかかる。 先生はキセルを握って、五本五本とむせびかえる。先日来たときは、朗読会で先導になって、女学生に笑われたと言っていたよ。と、主人は笑いながら言う。うん、それそれ。と、明帝先生がキセルで膝頭を叩く。吾輩は剣のになったから、 少しそばを離れる。その朗読会さ。先だって、突綿棒をご馳走した時にね、その話が出たよ。なんでも、第二回には地名の文章を招待して大会をやるつもりだから、先生にもぜひご臨席を願いたいって。それから僕が、今度も近松の世話物をやるつもりかいと聞くと。いえ。 この次はずっと新しいものを選んで、本色夜叉にしました、と言うから、君には何の役が当たってるか、と聞いたら、私はお宮です、と言ったのさ。東風のお宮は面白かろう。僕はぜひ出席して、喝采しようと思ってるよ。面白いでしょう。と、寒月君が妙な笑い方をする。しかし、 あの男はどこまでも誠実で、軽薄なところがないからいい。メーテなどとは大違いだ。と、主人はアンドレア・デルサルトとクジャクの下と土地綿棒の仇を一度に取る。メーテ君は気にも留めない様子で。どうせ僕などは、行徳のまな板という格だからなあ。と笑う。 まずそんなところだろう。と主人が言う。実は、行徳のまな板という言葉を主人は返さないのであるが、さすが永年教師をして誤魔化しつけているものだから、こんな時には教場の経験を社交上にも応用するのである。行徳のまな板というのは何のことですか 寒月が新卒に聞く。主人は床の方を見て、あの水薦は暮れに僕が風呂の帰りがけに買ってきて刺したんだが、よく持つじゃないか。と、行徳のまな板を無理にねじ伏せる。暮れといえば、去年の暮れに僕は実に不思議な経験をしたよ。と、名亭が、 キセルを大神楽のごとく指の先で回す。どんな経験か聞かしたまえ。と、主人は、行徳のまな板を遠く後ろに見捨てたきでほっと息をつく。明帝先生の不思議な経験というのを聞くと、佐のごとくである。確か、暮れの十七日と記憶しているがね。 例の東風から、参道の上、ぜひ文芸上のご講話を伺いたいから、ご在宿を願うという先触れがあったので、朝から心待ちに待っていると、先生なかなか来ないやね。昼飯を食ってストーブの前でバリーペーンの滑稽物を読んでいるところへ、静岡の母から手紙が来たから見ると、年寄りだけに、いつまでも僕を子供のように思ってね。 寒中は夜間外出をするなとか、冷水浴もいいが、ストーブを焚いて部屋を暖かにしてやらないと風邪をひくとか、いろいろの注意があるのさ。なるほど、親はありがたいものだ。他人ではとてもこうはいかないと、のんきな僕もその時だけは大いに感動した。それにつけても、こんなにのらくらしていてはもったいない。 何か大著述でもして、仮名をあげなくてはならん。母の生きているうちに、天下をして、明治の分断に明帝先生あるを知らしめたいという気になった。それから名を読んでいくと、お前なんぞは実に幸せ者だ。ロシアと戦争が始まって、若い人たちは大変な辛苦をして三国のために働いているのに、石器師はすでも、 お正月のように気楽に遊んでいると書いてある。僕はこれでも母の思ってるように遊んじゃいないやね。その後へ持ってきて、僕の小学校時代の法遊で、今度の戦争に出て死んだり負傷した者の名前が列挙してあるのさ。その名前を一つ一つ読んだ時には、なんだか世の中が味気なくなって、人間もつまらないという気が起こったよ。 一番しまいにね、私も取る年にそうらえば、初春のお雑煮を祝いそうろうも今度限りかと。なんだか心細いことが書いてあるんで、なおのこと気がくさくさしてしまって、早くとうふが来ればいいと思ったが、先生どうしても来ない。そのうちとうとう晩飯になったから、母へ返事でも書こうと思って、ちょいと十二三行書いた。 母の手紙は六尺以上もあるのだが僕にはとてもそんな芸はできんからいつでも従業内外でごめんこをむることに決めてあるのさすると一日動かずに折ったものだから身の具合が妙で苦しい「土封が来たら待たせておけ」という気になって郵便を入れながら散歩に出かけたと思いたまえいつになく富士見町の方へは足が向かないで 土手三番町の方へ我知らず出てしまった。ちょうどその晩は少し曇って、空風がお堀の方から吹きつける。非常に寒い。神楽坂の方から汽車がヒューっとなって土手下を通り過ぎる。大変寂しい感じがする。暮れ、戦死、漏水、無常迅速などというやつが、 頭の中をぐるぐる駆け巡る。よく人が首をくくるというが、こんな時にふと誘われて死ぬ気になるんじゃないかと思い出す。ちょいと首を上げて土手の上を見ると、いつの間にか霊の松の真下に来ているのさ。霊の松とは何だいと、主人がダンクを投げ入れる。首掛けの松さ。 と、明帝は襟を縮める。首掛けの松は、河野台でしょう。寒月が波紋を広げる。河野台のは掛け金の松で、土手三番町のは首掛けの松さ。なぜこういう名がついたかというと、昔からの言い伝えで、誰でもこの松の下へ来ると首がくくりたくなる。 土手の上に松は何十本となくあるが、空首くくりだと来てみると、必ずこの松へぶら下がっている。年に二三遍はきっとぶら下がっている。どうしても他の松では死ぬ気にならん。見ると、うまい具合に枝が往来の方へ横に出ている。ああ、いい枝ぶりだ。あのままにしておくのは惜しいものだ。 どうかして、あそこのところへ人間を下げてみたい。誰か来ないかしら、とあたりを見渡すと、あいにく誰も来ない。仕方がない。自分で下がろうかしらん。いやいや、自分が下がっては命がない。危ないからよそうしかし、昔のギリシャ人は、宴会の席で首くくりの真似をして、余興を添えたという話がある。 一人が台の上へ登って縄の結び目へ首を入れる途端に他の者が台を蹴返す。首を入れた当人は台を引かれると同時に縄を緩めて飛び降りるという趣向である。果たしてそれが事実なら別段恐るるにも及ばん。僕も一つ試みようと枝へ手をかけてみるといい具合に縛る。縛り塩梅が 実に美的である。首がかかってふわふわするところを想像してみると嬉しくてたまらん。ぜひやることにしようと思ったが、もし豆腐が来て待っていると気の毒だと考え出した。それではまず豆腐に会って約束通り話をして、それから出直そうという気になってついに家へ帰ったのさ。それで位置が栄えたのかい と主人が聞く。面白いですな。と寒月がニヤニヤしながら言う。家へ帰ってみると、東風は来ていない。しかし、今日は呼んどころなき差し支えがあって出られぬ。いずれ英日ごめん後をキスというハガキがあったので、やっと安心して、これなら心置きなく首がくくれる嬉しいと思った。 で、早速下駄を引っ掛けて、急ぎ足で元のところへ引き返してみる。と言って、主人と寒月の顔を見て済ましている。見ると、どうしたんだいと、主人は少しじれる。いよいよ佳境に入りますね。と、寒月は羽織の紐をひねくる。見ると、もう誰か来て先へぶら下がっている。 たった一足違いで、ねえ、君。残念なことをしたよ。考えると、何でもその時は死神に取り憑かれたんだね。ゼームスなどに言わせると、福意識界の有名界と僕が存在している現実界が一種の因果法によって互いに関応したんだろう。実に不思議なことがあるものじゃないか。 名帝は済まし返っている。主人はまたやられたと思いながら、何も言わずに空屋餅を頬張って、口をもごもご言わしている。関月は火鉢の灰を丁寧にかき鳴らして、うつむいてニヤニヤ笑っていたが、やがて口を開く。極めて静かな調子である。 なるほど。伺ってみると不思議なことで、ちょっとありそうにも思われませんが、私などは自分でやはり似たような経験をつい近頃したものですから、少しも疑う気になりません。おや、君も首をくくりたくなったのかいいえ、私のは首じゃないんで。これもちょうど、明ければ昨年の暮れのことで、しかも先生と、 同日同国くらいに起こった出来事ですから、なおさら不思議に思われます。こりゃあ面白い。と、名帝も空屋持ちを頬張る。その日は、向島の知人のうちで、忘年会兼合奏会がありまして、私もそれへバイオリンを携えて行きました。十五六人礼場やら霊婦人が集まって、 なかなか正解で、近代の怪事と思うくらいに万事が整っていました。晩餐も済み、合奏も済んで、よもの話が出て、時刻もだいぶ遅くなったから、もう糸ま乞いをして帰ろうかと思っていますと、某博士の夫人が私のそばへ来て、あなたは〇〇子さんのご病気をご承知ですかと小声で聞きますので、 実はその両三日前に会った時は、普段の通り、どこも悪いようには見受けませんでしたから、私も驚いて詳しく様子を聞いてみますと、私の会ったその晩から急に発熱して、いろいろな上ごとを絶え間なく口走るそうで、それだけならいいですが、その上ごとのうちに、私の名が時々出てくるというのです。主人は無論、明庭先生も、 お安くないねなどという月並みは言わず、静粛に緊張している。医者を呼んで見てもらうと、なんだか病名はわからんが、何しろ熱が激しいので脳を犯しているから、もし睡眠剤が思うようにこうをそうしないと危険であるという診断だそうで、私はそれを聞くや否や、一種嫌な感じが起こったのです。 ちょうど夢でうなされる時のような重苦しい感じで、周囲の空気が急に固形体になって、四方から我が身を締め付けるごとく思われました。帰り道にも、そのことばかりが頭の中にあって、苦しくてたまらない。あの綺麗な、あの快活な、あの健康な〇〇子さんが、ちょっと失敬だが待ってくれたまえ。さっきから伺っていると、 丸々子さんというのが2変ばかり聞こえるようだが、もし差し支えがなければ、受けたまわりたいね、君。と、主人を顧り見ると、主人も、うん、と生返事をする。いや、それだけは当人の迷惑になるかもしれませんからよしましょう。すべてあいあい善として、まいまい善たる方で行くつもりかね。 冷笑なさってはいけません。ごく真面目な話なんですから。とにかく、あの夫人が急にそんな病気になったことを考えると、実に非か落葉の考えで胸がいっぱいになって、送信の活気が一度にストライキを起こしたように、元気がにわかにめいってしまいまして、ただ早々として朗々という形で、あずま橋へ来かかったのです。欄干によって下を見ると、 満潮か干潮かわかりませんが、黒い水が固まって、ただ動いているように見えます。花川戸の方から人力車が一台かけてきて、橋の上を通りました。その提灯の火を見送っていると、だんだん小さくなって、札幌ビールのところで消えました。私はまた水を見る。すると、遥かの川上の方で、 私の名を呼ぶ声が聞こえるのです。はてな、今自分人に呼ばれるわけはないが、誰だろうと、水の表を透かしてみましたが、暗くて何にも分かりません。気のせいに違いない、早々帰ろうと思って一足二足歩き出すと、またかすかな声で、遠くから私の名を呼ぶのです。私はまた立ち止まって、 耳を立てて聞きました。三度目に呼ばれた時には、欄干に捕まっていながら、膝頭がガクガク震え出したのです。その声は遠くの方か、川の底から出るようですが、紛れもない、まる子の声なんでしょう。私は覚えず、はーいと返事をしたのです。その返事が大きかったものですから、静かな水に響いて、 自分で自分の声に驚かされて、はっと周囲を見渡しました。人も犬も月も何にも見えません。その時に私は、この夜の中に巻き込まれて、あの声の出るところへ行きたいという気がムラムラと起こったのです。まるこの声がまた苦しそうに、訴えるように、救いを求めるように、 私の耳を差し通したので、今度は、今すぐに行きますと答えて、欄干から半身を出して黒い水を眺めました。どうも私を呼ぶ声が波の下から無理に漏れてくるように思われましてね。この水の下だなと思いながら、私はとうとう欄干の上に乗りましたよ。今度呼んだら飛び込もうと決心して流れを見つめていると、 また哀れな声が糸のように浮いてくる。ここだと思って力を込めて一旦飛び上がっておいて、そして小石かなんぞのように未練なく落ちてしまいました。とうとう飛び込んだのかいと主人が目をパチつかせて問う。そこまで行こうとは思わなかった。と名帝が自分の鼻の頭をちょいとつまむ。 飛び込んだ後は気が遠くなってしばらくは夢中でしたやがて目が覚めてみると寒くはあるがどこも濡れたところも何もない水を飲んだような感じもしない確かに飛び込んだはずだが実に不思議だこりゃ変だと気がついてそこいらを見渡すと驚きましたね水の中へ飛び込んだつもりでいたところがつい間違って 橋の真ん中へ飛び降りたので、その時は実に残念でした。前と後ろの間違いだけで、あの声の出るところへ行くことができなかったのです。寒月はニヤニヤ笑いながら、例のごとく、羽織の紐を二厄回にしている。ははは、これは面白い。僕の経験とよく似ているところが木だ。 やはりゼームス教授の材料になるね。人間の感能という題で射精分にしたら、きっと分断を驚かすよ。そしてその〇〇子さんの病気はどうなったかねと明帝先生が追求する。二三日前年始に行きましたら、門の内で下所と羽をついていましたから、病気は全開したものと見えます。 主人は最前から陳死の体であったが、この時ようやく口を開いて、僕にもある、と負けん気を出す。あるって何があるんだい名帝の眼中に主人などは無論ない。僕のも去年の暮れのことだ。みんな去年の暮れは暗号で妙ですな。 と、寒月が笑う。かけた前歯のうちに、空屋餅がついている。やはり、同日同国じゃないかと、名亭が混ぜ返す。いや、日は違うようだ。何でも、20日頃だよ。サ君が、お歳暮の代わりに、節津大将を聞かしてくれろと言うから、連れて行ってやらんこともないが、 今日の語り物は何だと聞いたら、サイ君が新聞を参考して、うなぎ谷だ,だというのさ。うなぎ谷は嫌いだから、今日はよそう。とその日はやめにした。翌日になると、サイ君がまた新聞を持ってきて、今日は堀川だからいいでしょうと言う。堀川はシャミセン者で、賑やかなばかりで身がないからよそう。と言うと、 サイ君は不平な顔をして引き下がった。その翌日になると、サイ君が言うには、今日は三十三元堂です。私はぜひ、摂津の三十三元堂が聞きたい。あなたは三十三元堂もお嫌いか知らないが、私に聞かせるのだから、一緒に行ってくださってもいいでしょうと、手詰めの談判をする。お前がそんなに行きたいなら行ってもよろしい。 しかし、一世一代というので大変な大入りだから、到底突っかけに行ったって入れる気遣いはない。元来ああいう場所へ行くには茶屋というものがあって、それと交渉して相当の席を予約するのが正当の手続きだから、それを踏まないで蒸気を脱したことをするのは良くない。残念だが今日はやめよう。というと、サ君はすごい目つきをして、 私は女ですから、そんな難しい手続きなんか知りませんが、大原のお母さんも、鈴木の君代さんも、正当の手続きを踏まないで立派に聞いてきたんですから、いくらあなたが教師だからって、そう手数のかかる見物をしないでも済みましょう。あなたはあんまりだ、と泣くような声を出す。それじゃあダメでも、まあ行くことにしよう。晩飯送って電車で行こう。 と降参をすると、行くなら4時までに向こうへ着くようにしなくちゃいけません。そんなぐずぐずしてはいられません。と急に勢いがいい。なぜ4時までに行かなくてはダメなんだと聞き返すと、そのくらい早く行って場所を取らなくちゃ入れないからですと、鈴木の君夫さんから教えられた通りを述べる。それじゃあ四時を過ぎればもうダメなんだね、と念を押してみたら、 いええ、ダメですとも、と答える。すると君、不思議なことには、その時から急におかんがしだしてね。奥さんがですかと寒月が聞く。何、サイ君はピンピンしていらねえ。僕がさ。なんだか穴の開いた風船玉のように、一度に萎縮する感じが起こると思うと、 もう目がぐらぐらして動けなくなった。急病だね。と名亭が注釈を加える。ああ、困ったことになった。サイ君が年に一度の願いだから、ぜひ叶えてやりたい。いつも叱りつけたり、口をきかなかったり、心象の苦労をさせたり、子供の世話をさせたりするばかりで、何一つ、 再送浸水の牢に報いたことはない。今日は幸い時間もある。農中には四五枚の徒物もある。連れて行けば行かれる。サイ君も行きたいだろう。僕も連れて行ってやりたい。ぜひ連れて行ってやりたいが、交換がして目がくらんでは、電車へ乗るどころか、靴脱ぎへ降りることもできない。ああ、気の毒だ気の毒だと思うと、 なおおかんがして、なお目がくらんでくる。早く医者に見てもらって服薬でもしたら、四時前には全開するだろうと。それからサイ君と相談をして、甘木医学士を迎えにやると。あいにく夕べが当番で、まだ大学から帰らない。二時頃にはお帰りになりますから、帰り次第すぐあげます、という返事である。 困ったなぁ。今、強乳水でも飲めば、四時前にはきっと治るに決まっているんだが、運の悪い時には何事も思うようにいかんもので、たまさかサイ君の喜ぶ笑顔を見て楽しもうという予算も、がらりと外れそうになってくる。サイ君は恨めしい顔つきをして、到底いらっしゃれませんかと聞く。行くよ。必ず行くよ。 四時までにはきっと治ってみせるから安心しているがいい。早く顔でも洗って着物でも着替えて待っているがいい。と口では言ったようなものの胸中は無限の考えである。おかんはますます激しくなる。目はいよいよぐらぐらする。もしや四時までに全開して約束を履行することができなかったら気の狭い女のことだから 何をするかもしれない。情けない主義になってきた。どうしたらよかろう。万一のことを考えると、今のうちに、うい天変の断り、勝者失滅の道を解き聞か化して、もしもの変が起こった時、取り乱さないくらいの覚悟をさせるのも、夫の妻に対する義務ではあるまいかと考え出した。僕は速やかに彩君を書斎へ呼んだよ。 読んで。お前は女だけれども、メニーアスリップ、テクストザカップザリップという西洋のことわざくらいは心得ているだろうと聞くと、そんな横文字なんか誰が知るもんですかあなたは人が英語を知らないのをご存知のくせに、わざと英語を使って人にからかうのだから、よろしゅうございます。どうせ英語なんかはできないんですから、そんなに英語がお好きなら、 なぜ野草学校の卒業生かなんかをおムらいなさらなかったんです。あなたくらい冷酷な人はありはしない、と非常な剣幕なんで、僕もせっかくの計画の腰を折られてしまった。君らにも弁解するが、僕の英語は決して悪意で使ったわけじゃない。全く才を愛する史上から出たので、それを才のように解釈されては、僕も立つ瀬がない。 それに、さっきからのおかんとめまいで、少し脳が乱れていたところへ持ってきて、早く、ういてんぺん、少女失滅の断りを飲み込ませようと、少し咳込んだものだから、ついサイ君の英語を知らないということを忘れて、何の気もつかずに使ってしまったわけさ。考えると、これは僕が悪い。全く手落ちであった。この失敗で、おかんはますます強くなる。 目はいよいよグラグラする。サ君は命ぜられた通り、風呂場へ行って、もろ肌を脱いで、お化粧をして、タンスから着物を出して着替える。もういつでも出かけられますという風情で待ち構えている。僕は気が気でない。早く天木君が来てくれればいいがと思って時計を見ると、もう三時だ。四時にはもう一時間しかない。 そろそろ出かけましょうかと、サイ君が書斎の引き戸を開けて顔を出す。自分のサを褒めるのはおかしいようであるが、僕はこの時ほどサイ君を美しいと思ったことはなかった。諸肌を脱いで、石鹸で磨き上げた皮膚がピカついて、黒チリメンの羽織と反映している。その顔が、石鹸と、摂津大城を聞こうという希望との二つで、 有形無形の両方面から輝いて見える。どうしてもその希望を満足させて出かけてやろうという気になる。それじゃあ奮発していこうかなと一服吹かしていると、ようやく天木先生が来た。うまい、注文通りに行った。が、容体を話すと、天木先生は僕の舌を眺めて手を握って胸を叩いて背を撫でて、 ちをひっくり返して、頭蓋骨を刺すって、しばらく考え込んでいる。どうも、少し剣論のような気がしまして。と僕が言うと、先生は落ち着いて、いえ、格別のこともございますまい、と言う。あの、ちょっとくらい外出いたしても差し支えはございますまいね、と細君が聞く。さよう。と先生はまた考え込む。 ご気分さえお悪くなければ。気分は悪いですよ。と僕が言う。じゃあ、ともかくも、とんと水薬をあげますから。へえ、どうかなんだか人危ないようになりそうですな、ね。いや、決してご心配になるほどのことじゃございません。神経を大腰になるといけませんよ、と先生が帰る。3時は30分過ぎた。 下女を薬取りにやる。サイ君の原名で駆け出して行って駆け出して帰ってくる。四時十五分前である。四時にはまだ十五分ある。すると、四時十五分前頃から、今まで何ともなかったのに、急に吐き気を催してきた。サイ君は水薬を茶碗へ継いで僕の前へ置いてくれたから、茶碗を取り上げて飲もうとすると、 胃の中から、ゲーというものが突貫して出てくる。やむを得ず茶碗を下へ置く。サ君は、早くお飲みになったらいいでしょうと迫る。早く飲んで早く出かけなくては義理が悪い。思い切って飲んでしまおうと、また茶碗を唇へつけると、またゲーが執念深く妨害をする。飲もうとしては茶碗を置き、飲もうとしては茶碗を置いていると、 茶の間の柱時計が、チン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 と四時を打った。さあ、四時だ。ぐずぐずしてはおられんと、茶碗をまた取り上げると、不思議だね君。実に不思議とはこのことだろう。四時の音とともに、吐き気がすっかり止まって、水薬が何のくなしに飲めたよ。それから四時十分ごろになると、天木先生の名医ということも、 初めて理解することができたんだが、背中がゾクゾクするのも、目がぐらぐらするのも夢のように消えて、当分立つこともできまいと思った病気が、たちまち全開したのは嬉しかった。それから、歌舞伎座一緒に行ったのかいと、名亭が要領を縁という顔つきをして聞く。行きたかったが、四十を過ぎちゃ入れないという細君の意見なんだから仕方がない。 やめにしたさ。もう十五分ばかり早く天木先生が来てくれたら、僕の義理も立つし、えも満足したろうに。わずか十五分の差でね、実に残念なことをした。考え出すと危ないところだったと今でも思うのさ。語り終わった主人は、ようやく自分の義務を済ましたような風をする。 これで両人に対して顔が立つという気かもしれん。関月は、例のごとく、欠けた歯を出して笑いながら。それは残念でしたな。と言う。名帝はとぼけた顔をして。君のような親切な夫を持った細君は、実に幸せだな。と一人ごとのように言う。 生児の陰で、えへんというサ君の咳払いが聞こえる。吾輩はおとなしく三人の話を順番に聞いていたが、おかしくも悲しくもなかった。人間というものは、時間をつぶすために、強いて口を運動させて、おかしくもないことを笑ったり、面白くもないことを嬉しがったりするほかに、 脳もないものだと思った。吾が輩の主人のわがままで偏教なことは前から承知していたが、普段は言葉数を使わないので、なんだか了解しかねる点があるように思われていた。その了解しかねる点に少しは恐ろしいという感じもあったが、今の話を聞いてから、 急に軽蔑したくなった。彼はなぜ、両人の話を沈黙して聞いていられないのだろう。負けん気になって、愚にもつかぬ打弁を老すれば、何の所得があるだろう。エピクテタスにそんなことをしろと書いてあるのか知らん。要するに、 主人も寒月も明帝も太平の逸民で、彼らはヘチまのごとく風に吹かれて朝鮮と済ましきっているようなものの、その実は、やはり、しゃばけもあり、欲けもある。競争の念、勝とう勝とうの心は、彼らが日常の談笑中にもちらちらとほのめいて、一歩進めば、彼らが普段罵倒している、 俗骨どもと一つ穴の動物になるのは猫より見て気の毒の至りである。ただ、その言語動作が普通のハンカツーのごとく、キリ型の嫌味を帯びてないのは、いささかの取り柄でもあろう。こう考えると、急に三人の談話が面白くなくなったので、三毛子の様子でも見てきようかと、 二元金のお師匠さんの庭口へ回る。角松締め飾りはすでに取り払われて、正月も早十日となったが、うららかな春日は、人流れの雲も見えぬ深き空より視界天下を一度に照らして、十坪に足らぬ庭の主も、元日の諸行を受けた時より鮮やかな活気を呈している。 縁側に座布団が一つあって、人影も見えず、障子も立て切ってあるのは、お師匠さんは湯にでも行ったのか知らん。お師匠さんは留守でも構わんが、三毛子は少しはいい方か、それが気がかりである。ひっそりして、人の気配もしないから、泥足のまま縁側へ上がって、 座布団の真ん中へ寝転んでみると、いい心持ちだ。ついうとうととして、美毛子のことも忘れて歌たた寝をしていると、急に障子のうちで人声がする。ご苦労だった。できたかいお師匠さんは、やはり留守ではなかったのだ。はい、遅くなりまして。 物ッへ参りましたら、ちょうど出来上がったところだと申しまして。どれお見せなさい。ああ、綺麗に出来た。これで三家も浮かばれましょう。金は剥げることはあるまいねえ。ええ、念を押しましたら、上等を使ったから、これなら人間の位牌よりも持つと申しておりました。それから、妙誉神女の世の字は、 崩した方が格好がいいから、少し格を変えたと申しました。どれどれ、早速お仏壇へあげて、お線香でもあげましょう。美け子はどうしたのかななんだか様子が変だと、布団の上へ立ち上がる。ちーん。南明洋神女、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と、 お師匠さんの声がする。お前もエコーをしておやりなさい。チーン南妙養親女、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と、今度は下女の声がする。吾輩は急に動機がしてきた。座布団の上に立ったまま、木彫りの猫のように目も動かさない。 本当に残念なことをいたしましたね。はじめはちょいと風邪をひいたんでございましょうがね。天木さんが薬でもくださるとよかったかもしれないよ。一体あの天木さんが悪うございますよ。あんまり三毛を馬鹿にしすぎますわね。そう人様のことを悪く言うものではない。これも寿命だから。三毛子も天木先生に診察してもらったものと見える。 つまるところ、表通りの教師のうちの野良猫がむやみに誘い出したからだと私は思うよ。ええ、あのチキショがミケの仇でございますよ。少し弁解したかったが、ここが我慢のしどころと、唾を飲んで聞いている。話はしばし途切れる。世の中は自由にならんものでのう。 三ケのような器量よしは早死にをするし、不器量な野良猫は達者でいたずらをしているし。その通りでございますよ。三ケのような可愛らしい猫は、金と太鼓で探して歩いたって二人とはおりませんからね。二匹という代わりに二人と言った。下女の考えでは、猫と人間とは同種族のものと思っているらしい。 そういえば、この下女の顔は、我ら猫族と鼻だ類似している。できるものなら、三家の代わりに、あの教師のところの野良が死ぬと、おあつらい通りに参ったんでございますがね。おあつらい通りになっては血と困る。死ぬということはどんなものか、まだ経験したことがないから、 好きとも嫌いとも言えないが、先日あまり寒いので、引けし壺の中へ潜り込んでいたら、下女が我が輩がいるのも知らんで上から蓋をしたことがあった。その時の苦しさは、考えても恐ろしくなるほどであった。白君の説明によると、あの苦しみが今少し続くと、 死ぬのであるそうだ。みてこの身代わりになるのなら苦情もないが、あの苦しみを受けなくては死ぬことができないのなら、誰のためでも死にたくはない。しかし、猫でも坊さんのお経を読んでもらったり、戒名をこしらえてもらったのだから、心残りはあるまい。そうでございますとも。 全く過報者でございますよ。ただ、欲を言うと、あの坊さんのお経があまり軽症だったようでございますね。少し短すぎたようだったから、大変おはようございますねとお尋ねをしたら、月刑事さんは、ええ、効き目のあるところをちょいとやっておきました。何、猫だから、あのくらいで十分浄土へ行かれますとおっしゃったよ。あら、まあ。 しかし、あのノラなんかは、吾輩は名前はないとしばしば断っておくのに、この下女は、ノラノラと吾輩を呼ぶ。失敬な奴だ。罪が深いんですから、いくらありがたいお経だって、浮かばれることはございませんよ。吾輩は、 その後、野良が何百遍繰り返されたかを知らぬ。吾輩はこの再現なき談話を中途で聞き捨てて、布団を滑り落ちて縁側から飛び降りたとき、八万八千八百八十本の毛髪を一度に立てて身震いをした。その後、二元金のお師匠さんの近所へは寄りついたことがない。 今頃は、お師匠さん自身が、月桂寺さんから、軽症なご栄光を受けているだろう。近頃は、外出する勇気もない。なんだか世間が物く感じられる。主人に劣らぬほどの武将猫となった。主人が書斎にのみ閉じこもっているのを、 人が失恋だ失恋だと評するのも無理はないと思うようになった。ネズミはまだ取ったことがないので、一時はお産から放逐論さえ提出されたこともあったが、主人は吾輩の普通一般の猫でないということを知っているものだから、吾輩はやはりのらくらしてこの家に気がしている。 この点については、深く主人の恩を感謝すると同時に、その活願に対して敬服の意を表するに躊躇しないつもりである。おさんが吾が輩を知らずして虐待をするのは別に腹も立たない。今に左人五郎が出てきて、吾が輩の肖像を楼門の柱に刻み、 日本のスタンランが好んで我が輩の似顔をカンバスの上に描くようになったら、彼らドンカ感は初めて事故の不明を外るであろう。